みんなこんにちは。急になんだろう。このおまけ動画では、はい、ネタがやりたいのどんな感じかっていうのをちょっと見せちゃうやつだよ、うん、そうなんです。イベントの告知もしたいよね。まずじゃあイベントの告知からしときましょう。はい、はい、イベント3月12日に、はい、向井さんと漫才とかコントコ、うん、コントコとコントコと漫才とかコントとか、はい、いっぱいやっちゃう番組でございます。イベントでね、イベントでございます。もうダメだぐーちゃぐーちゃそうなんですよ。有楽町シアターっていうところであって、はい、ゲストに高橋みなみさんとガーリーレコード来てですね、うん、まあ新ネタもあります。そしてまあコーナーも用意して、ユニットコント的なのもできたらとか思ってます、はい、非常にボリューミーなイベントになってますので、うん、ぜひぜひチェックの方もお願いしたいんですが、はい、はい、まあどんなコーナーとかやるのってなったら、まあこんな感じのコーナーを本編でもやっててイベントでもやるというの、今回はですね、はい、あの漢字をちょっとね山崎さんに変えていただこうということで、うんちょっとね本編では納得いってないみたいな顔もしてますけれども、ほぼ正解なんだよな。ほぼ正解ではないんですけれどもね。じゃあこれどうでしょう。家計簿ね、やっぱり良い奥さんといえばやりくり上手っていうのもあるじゃないですか。向井さん一個難しいの付け足すんだよな。どういうことですか。家計だったらいけたってこと。家計だったらいけるんですよね。でもねそうじゃないんですよ。簿がね大事なんですよ。あ、待って、また待って、待って、間違っちゃった、どうしよう。どうだっけ、あれ、うわ、どうしよう、あれ、なんだっけ、あー、何ですか、あー、あ、やばい、あー、やばい、ちょっと待ってください、はいはい、あ、やばい、あ、何ですか、あ、だって、あ、こうかな、何がどうなってるんですか、今、僕は何がどうなってるのかわからないんです。絶対違うんですって、なんかあの、わからない、うわ、ここどうなってたっけ、あ、でもこうなのついてたかも。じゃあ行きますか。はい、じゃあ行きましょう。さあ、それでは家計簿の、回答出してください。怖い怖い、もうどっか合ってるんですって、どっか合ってる、どっか合ってる、もう、なんだろう、すごい数のすごい数のお墓いやいや、なんかすごい数のお墓だ。私墓って感じ、お墓しか知らないんですけど、でも絶対お墓じゃないから、はい、人弁あったかなみたいな。違う違う違う、あんまりね墓を知らないから人弁足してみようみたいなチャレンジングなことやめてよ。でも家計簿の墓って人弁あるかもしれないなって、うん、うん、あともう糸が2個ある、糸が2個ある、糸2個の違うかなと思って、うん、人弁バージョン、人弁バージョンじゃないですよ家計の計ってどうでしたっけ。係っていう字、いや家計簿って言ったら係じゃないのよ。家計簿ってと、ね、何をやる、数字ですよ。あそうですね、何もピンときてねえだろか正解こちら。あ、家計ってそっち、そう、あ、家計図の図じゃなくて、家計簿って家計図の図じゃないですよ。家計って家計、家計家計って言ってる、家計家計家計って言ってる、え、そのえ、いや家計簿ですよ、計算の計、計算の計なんですか。そうだって数字いっぱい書くじゃないですか。それは当たるわけない。なんでやねんなんでやねん、だって家計がもうそっちだと思ってないもんな。いや、そんなん言い出したら、言い出したら当たるわけないやつだった。なんだ、じゃあいっか。じゃあラスト、ラスト、はい、家族団らん、これバシッと書いちゃう。さすがにね、うん、さすがに家族団らんってさっきの家計みたいな落とし穴ないですよね。本当に大丈夫です家族ですよね、普通に。そう、それ分かんないよ、普通の家族っていうのが 何を表すのか僕は分かんないけど。はい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 、ね、結構スルスルと言ってる、いいですね。はいはいはい、バシッと、はいはいはい、答えちゃいましょう。はい、うん、あ、でもサクサク書いてる、すごい。はい、これであってちょうどじゃないですか。うい、じゃあ行きましょう。正解、家族団らんは、あ、夫婦団らんか、あ、家族団らん、家族団らん、家族団らんこちら、だん、さあ、そして、正解はこちら、だん。え、何それ、え、本当に合ってますそれ。向井さんが作った感じみたいちょっと待ってください、あなたの家計簿、家計簿に言われたかないね、こっちも。向井さんが作った感じですか、その団らん。違う違う違う、団らんはこうやねんって。本当ですか。本当ですよ。本当ですか。そうですね、分かるわけなかった。
それ何なんですか、そっちはそっち。これはあの蘭姉ちゃんの蘭ですよね。蘭姉ちゃんの蘭よ。で蘭姉ちゃんの蘭だけでは不安だから土つけてるじゃん。なんかもっと少ねえなと思って、なんか下あったかなと思って。違うんだよ。そう、創作漢字やめてください。なんか人間だとちょっと草かむりあるしなと思って下に土、下に土をつけて。はい、なんかちょっと多かったなって。こっちだったんです。それは習ってないんでできないなって。いや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 、さらさら書いてたじゃないの。できないなと、みたいなコーナーがあるやもしれません。本編は正解ばっかり、うん、すごい嘘をついてる可能性あります。ぜひ皆さん、はいはい、本編の方もイベントの方も楽しみにしてください。お願いします、はい、バイバーイ、バイバイ。